ちは。青山茂春が答えて答えて答える。今回もどうぞよろしくお願いします。本日は私たちの大切なオリジナルカレンダー、後期で申せば紀元2681年の12月8日、80年前に真珠湾攻撃のあった日であります。それを話し出すと 4,5 分分の話になっちゃうので、もうそれだけにしておきますが、まあ名目して話すような気持ちでありますけれども、令和で申せば3年、西暦で言えば2021年、80年前の戦闘機乗りの方々、あるいは空母や戦艦に乗艦されてた方々、80年後の日本をどういうふうにお考えだったでしょうか。はい、じゃあ早速質問に入りたいと思います。多岐にわたる質問をいつもいただいてるんですけど、今日はちょっとそういう話より政治経済外交安全保障危機管理の話を聞きたいっていう人は多いと思うんですけれども、やっぱりすごく切実なご質問なんで、取り上げたいと思います。この方はお名前は特にないですね。青山さんこんにちは。高校生の頃からずっと応援しています。ありがとうございます。いつも痛々しいくらい顔がむくんでいて、垂れ目がより垂れ目になっている青山さん、いつか報われる日は来るのかなと勝手に悲しい気持ちになったりしますと。優しい気持ちの方ですが、今日にぴったりの質問ですね。今日実は収録やめようかと思うぐらいの状態で、顔はむくんでるっていうよりはほとんどむくみ爆発という感じですね。垂れ目がより垂れ目ってその通りなんですが、非常に正確な描写がなされていると思いますが、報われる日は来ないと思います。はい、それはもう覚悟の上です。で、質問は体の不調との付き合い方についてですと。私は弁護士を目指している大学院生ですと。大学院に入学して以来およそ1年半左耳の耳鳴りにとても苦しんでいます。昨年の4月頃に突如発症し耳鼻科の診察を受けましたが、原因不明で経過観察が続いています。日常生活に支障ありませんが、自習室のような静かな環境で勉強していると意識してしまうせいか耳鳴りがよりひどくなります。講義中も鳴り続け、集中力に欠けてしまい成績も良くありません。以前の私であれば、他人が耳鳴りに苦しんでいてもたかが耳鳴りでと思っていたでしょうが、いざ自分の身に降りかかると話が違います。今私のストレスの中心は耳鳴りであり、静かな環境が恐ろしくて、それを避けるように日々行動しています。病気の苦しみは当事者でなければ真には理解できないものだと26歳にしてようやく知ることになりました。そんな折、青山さんはブログで首の猛烈な痛みに苦しんでいることを書かれていました。きっと私の耳鳴りとは比べにならないような苦しみがあることでしょう。それなのに万全とは言えない体調の中、青山さんはそれこそ猛烈な激務をこなしていらっしゃいます。どうすれば私にもできるのか、青山さんの姿を見るたびに、なんで私はと思い悩んだりします。青山さんだけでなく安倍さんも病を抱えていましたね。また病気とは違うかもしれませんが、視覚障害を持ちながらも司法試験に合格し弁護士になった方もいます。病気や障害に負けない方を私は心から尊敬します。同時に自らの不甲斐なさがとことん嫌になります。ブログを拝見して以来、青山さんも意外と私に似た境遇にあるのかもと感じ、ふと質問したくなりました。今までブログにコメントせず講演会にも行かず静かに応援していたのに、私と同じ人間ですから痛みやストレスは同じですよね。それをどう乗り越えているのか教わりたいですと。それでですね、追伸とあって、読まなくても大丈夫ですと書いてあるんですけど、
読んではいけないと書いてないので、お読みすると、青山さんから学んだことは絶望しないことです。どの文脈でおっしゃられていたか忘れましたが、いつか魯迅の言葉を引用されていたことを時折思い出します。絶望の虚妄なることは希望の虚妄なることに等しい。どんなに自分を嫌いになっても祖国に失望しても絶望しない。私はきっと乗り越えられるし、祖国も必ず蘇ると信じます。近いうち独立講演会にお邪魔します。青山さんが絶望に負けませんように、頑張れ重春と書いてあります。まずですね、一番に言わなきゃいけないことは、この耳鼻科の診察を受けましたが原因不明で経過観察が続いていますということなんですが、病院を転々とするっていうのも決して良くないんですけれども、ただこれだけではちょっとわからないんですけれども、セカンドオピニオンって言葉をお聞きだと思うんですけど、それは普通違う場面で使うんですよね。例えばこのがんはもう進行してるんで、手術しても、ご年齢からすると意味がないと思うんでって、もしそういうことを言われたとすると、セカンドオピニオンを求めるために他の病院に行ったら、じゃあもうすぐ手術しましょうというふうに変わって救われたりですね、結果としてですよ、先のお医者さんが間違ってるって意味じゃないんですけど、お医者様っていう存在を、僕ももちろん医者じゃないんで、あくまで客観的に用途を務めるだけですけど、そのやっぱちょっと絶対視しそうなところもあるんですよね。それで、僕は医学記事書いてましたから、耳鼻科とか眼科とか普通なかなか医学記事にならないところも丹念に回って、回ると相手の特に大学教授ですから、大学教授だから逆に優しい人もいましたよ。その18歳の新入生から教えてるから丹念に説明してくれる人もいましたけど、まあ実感化すると10人に1人もいないですね。普通相手がプロの記者だとなると、当時僕はまだ若い新人記者でしたけども、新人記者に近かったけど、もういきなり専門用語で聞いてくるんで、それも外国語も大変多かったですよね。だから医学部に入学したほどではないけれども、解剖実習のあり方から何から全部勉強して、その上で大学の医学部を回っていましたので、耳鼻科のことも素人なりに多少、知っているってのは言えないですけどね、勘どころは多少あるっていう感じかな。勘どころっていうのは記者にとって、これは記事にすべき、記事になるって言い方は僕はしないです。記事にすべき、いやこれはあくまでこの医学部の中の話と、あるいは学会で話すべきことというふうに、仕分けますよね。それがプロの仕事ですよね。タクシーの運転手さんが良い経路を選ばれるのと同じことですよね。で、そういう勘は多少あるんで、この文章この部分、一行に満たないものしかないからわからないんですけど、こういう耳鳴りの現象っていうのは、僕はできれば非常に高度な先端医療を行っている大病院、これは開業医、もし僕が具合悪くなったら開業医に行くと思いますし、家の目の前にあるんですけど、信頼しているお医者様、ただしそのお医者様もさっきの僕の勘どころの話と共通点もあるけど、もっと高度な話で、これはその開業医だと普通投薬が中心ですよね。投薬じゃなくて、場合によっては例えば耳鳴りであっても開頭手術ね、頭を割ってその原因を断たなきゃいけない。耳鳴りとは耳が悪いだけとは全く限らないですから、そもそも僕らの中心はこれ話それるわけじゃなくて、心臓が血管を送り出してくれるから心臓止まったら一巻の終わりですけど、ただそのこの耳とか目とか、そういう感覚器官は特に全く脳ですから、したがって耳鳴りも脳に異常があることも
もちろん決して少なくないので多いとは言いませんけれどね、ヘッドホン使いすぎでずっと耳鳴りになる例もあって、その場合は脳まで侵されているとは言えないと思いますけれど、このケースはやっぱり耳鼻科についても、あるいは脳外とですね、脳外科とも連携をして、先端医療をやっている病院で必ず徹底的に見てもらうべきで、できれば自分からお願いをして検査入院まで含めてですね、耳慣れで検査入院するのかと思われるでしょうが、いや、そういうことはないと思います。だからそれがまず第一ですよ。で、経過観察っていうのはお医者様によっては割とすぐおっしゃる方もいないわけじゃないんで、これもですね、お医者様も見てらっしゃるからと言って僕は遠慮はしませんので、ありのままに自分の取材体験も含めて言うとですね、弁護士になろうとされている方できっとなれると思いますけど、弁護士によって判決がひっくり返ってしまいますよね。で、それと同じでお医者様によって命が左右されるって事実はあるんですよ。必ず一定レベルなんだっていうには決して考えるべきじゃないし、お医者様自身でそんなことを思っている人は、僕が取材で付き合った膨大なドクターの中にもいないんですよね。で、もう一回言いますが、転々とするっていうのは良くないですけれども、やっぱり情報が大事なので、耳鼻科、それから中でも耳鳴りについての専門医が日本にはいます。一般的な耳鼻科に行くんじゃなくて、そこをたどっていくしかないです。で、それはネット上にもある程度情報はありますけれども、僕がなぜ家の前の開業医に行くかというと、この開業医の方はその勘どころがあって、これは重大か重大じゃないのかを判断して、しかも僕この開業医さんね、偉いと思ってるんですけど、本当に住んでるところから交差点渡った向こう側のちっちゃな病院なんですけどね、僕は大腸がんの手術しまして、で、手術後4日で公園に行って、そうやってその後も激しい仕事をしているうちに腸閉塞になってですね、それで電話で、これ手術したのは非常に評価の高い大病院の、それもその病院の中でもトップクラスの方でした。で、その方に電話で相談しても、まあそれ通常のまあ、イレオスまで行くかどうか分かんない、イレオスの腸閉塞のことですけど、生命に関わるイレオスかどうか分かんないから、まあ、しばらく様子見よう、まさしく経過観察と。それでその病院は大きい病院だから、ちょっとある程度距離があるじゃないですか、距離って、物理的な距離が。で、ちょっと僕も逆の勘が働く、逆のって逆でもないか、これは様子が違うなと思って、これは多分生命の危機に瀕してるなと思ったんで、なんとか歩いて交差点を渡ってそこの医者に行ったらですね、もう一目見て、これはすぐ死んでもおかしくないと。で、今でも忘れられないのは、その場からその大病院の大権威のお医者様に電話をして怒鳴ったんですよね。これは青山さん死にかけてるじゃないかって、何をサボってんだよって、何が経過観察だこの野郎って言ってですね、その出ておくれ全部って言ってですね、やってくれましたよ。ただし僕はその時にこの後公園に行かなきゃいけないので、痛み止めの点滴をやってくださいって言ったら、もうびっくりして、その良心的なお医者さんが、そういう死にに行くのと同じだって言われて、それでも公園断ったらもう迷惑がものすごいですからね。テレビ、番組の参加だったら、まあ、すぐに違う人がいらっしゃるけど、講演会無理ですからね。ポスター作ってチラシまで配ってるわけですから、この場合はそうだったんですけど、それで4回点滴打ってもらって、でお医者さんからまだ許可出なかったんですけど、僕がもう間に合わなくなるから行きますって言ったら、じゃあ新幹線乗るときに車掌さんに話してって言われたから、え、飛行機ですけどって言ったら、もうゼックだったんですけどね。ただし、まあ航空会社に迷惑かけちゃいけないから、それなりのいろんな手続きしましたけど、気力で乗り切って、それで講演会から、今度は帰りは急がないから新幹線で帰ろうとしたら、その新幹線、これも車掌さんにお話して、
トイレにこもっちゃってですね、ずっと吐きっぱなしですよね。あの時、まあ、命の灯火が消えそうなの感じましたよ。それで、救急車呼ぶのはまた悪いから、品川で降りてタクシーに乗って、お腹押さえてタクシーに乗って、その大病院 の, その大先生一目見て、これどうしてほっといたんですかって言ったんですよね。これ話が逸れてんじゃなくてね、お医者様ってことほどさように人間的なんですよ。お医者様にも体調があり、好不調もあるんで。だからまずあなたの場合は、耳鳴りの専門医をお探して、弁護士になったらどうせ情報って探さなきゃいけないんだから、どういう大学にいらっしゃるか分かんないけど、法科大学院ですね、おそらく。弁護士の人も来てるでしょ。で、医療訴訟をやってる弁護士さんいますから、そういう人に聞いていくと、耳鼻科の名医とかも、見つかるはずだし、それ見つけることが、まあ、司法試験に受かればいいってことじゃないから、弁護士の出来不出来によって被告のあるいは原告の運命が変わってしまうんで、そこから情報を取ってですね、つまり週刊誌とか、そういうのダメですよ、申し訳ないけど、週刊誌に申し訳ないけど、やっぱそういう意味では弁護士はこう広く情報を実は持ってらっしゃるんですよね。で、そこで、もう一回言いますが、第一にもう一度診察を受けると。それから第二に、その僕の青山の姿を見るたびに、なんで私はと思い悩んだりしますと、あるいは自らの不甲斐なさがとことん嫌になります。これやめようね。これ耳鳴りに絶対良くないですよ。原因不明とは言っても、神経系統の異常が起きていることはほぼ間違いないですから、こういう自分を責めたりするのストレスが一番悪いですよ。耳鳴りの、その鳴る音量にも周波数にも影響すると僕は思いますから、そんなこと思う必要全くないじゃないですか。それで、青山さんは自分と似た境遇にあるのかもと、まあそれはそういう見方されても全然いいですけど、ただし僕はですね、やっぱ体が普通じゃないんですよね。まあ原始人だと思ってますよ。良くも悪くも、悪い話だとね、ストレートな体なんで、なんか食べちゃうとですね、例えば講演会の前に食べちゃうと、体の全部の力がそれ消化することに行くんで、それで、腸の動きは大腸管やった割にすごくいいんですけど、ぐわっとそっち行っちゃうんで、もう全然頭の働きが鈍くなっちゃうんですよ。で、こういう、まあ、単純な機能の体は強いのかもしれないけど、顔が、いやもう今日もものすごくむくんでるって知ってますけど、それから垂れ目がどんな垂れ目になってもですね、体調悪くないんですよ。まあ、全然悪くないですね。今から100メートル走れって言われても問題ないし、からマラソンはどこまで続くか分かんないけど、まあ、平気ですよね。今日も党本部の休館までの階段駆け上がりましたし、これだけ寝てなくてもですね。だからちょっと体は普通じゃないんで、境遇は似てても、あなたの場合はこの耳鳴りが起きるってことも含めると、これはちょっと雑把な話だけど、おそらくストレスに強くないです。で、ストレスが体全体に及ぶで、抜け道をね、探そうとして、こう耳がそれを、いわばすごい丸い言葉で言うと発散しようとしてるっていう可能性もあるんで、したがってそれはいい悪いじゃなくてですね、僕の場合はあんまり良い話じゃないんですよね。こういう体に負担かけてるわけですから、いつかそのうち普通だとばったりいくだろうと思うんですけど、あなたの場合はやっぱりその悩まないことが一番大事なの で悩む理由全くないですよ。もう一回言いますが、そのこういう僕は体質だから耐えられるんであって、したがってですね、首の痛みはそれは確かに目がくらむような痛みっていうのはね、その通りで、目の前が赤くなる感じがするんですよね。で、今も喋ってますけど、話すこと多い仕事でしょ。国会議員は必ず、国会議員は実力を使うわけにいかない仕事なので、言論っていうことはつまり国会審議でメモ書きでやり取りするわけがないので、必ず喋らなきゃいけないですよね。それからこの間みたいに総選挙あると、むちゃくちゃに、まあ、喉を使ってこう話しますよね。で、
その、話す時も体の影響を受けないんですよね。つまり喉が物理的に潰れたりするとそうだけど、体調悪いからといって声が出ないっていうことがないんですよ。どっちかというと普通の人は体調悪かったら無理しない限りは声もちっちゃくなるでしょ。おとなしくなって元気なくなって全然関係ないですよね。井上さんよく知ってる通り。だから首の痛みもですね、実際目の前が赤くなるような感じがするぐらい痛いわけですよ。普通口聞けないですけど、それで演説できるっていうのはなんかネジが外れてるっていうか、これやっぱり自分なりにはね、筒井康隆さんの原始人って小説読んで思ったんですけど、原始人って具合悪いからといってホラーラー出ないってわけいかないじゃないですか。だって当時農耕生活してないから狩猟生活でしょ。だから取りに行かないと死にますよね、飢え死に。でじゃあ取ったものを洞窟に掘り込むことが仮にあったとしてもですよ、燻製にしたりそんな技術はもちろん全然まだないのが原始人だから、腐ったものを食べるとそれで死ぬじゃないですか。ということはどんなに首が痛かろうが何があろうがですよ、外を出て行って猛速で逃げる動物を捕まえるわけですよ。それよく似てますよ、僕は、ね、だからそれはなかなかごく普通の体だとそれできないので、全く似てないからいい悪いじゃなくてですよ、境遇が似てると思ってくださるのはむしろなんとなく嬉しいけど、あなたと一緒にしない方がいいですよ。だからそんな思い悩むなんてことは全然ないですよ。でなんで僕はこういう体質なのか全く分かんないですよね。それこそ原因不明で経過観察ですよ。だから母親にお母さんの母乳のおかげだって言ったら、僕らは即座ね、アホ、そんなものは幼稚園の頃に聞いてるわと、正しいかどうか別にして、そうやって言ったんですけど、まあ僕は本気で、親のおかげだと思ってますけどね。じゃつまり自分の努力と関係ないんですよ。ほら努力と関係ないでしょ。だからあなたが何も悩むことはないんですよ。あとこの耳鳴りで言うとですね、音楽番組最近までやってましたけど、なんととっても人柄のいい音楽専門の MC の女性の方がいらしたんですけど、耳鳴りなんですよね。あの番組ってでも5年ぐらいやったと思うんですが、何年も経ってから本当は耳鳴りなのっておっしゃってるんですよ。でこれはヘッドホン難聴の一種だろうと僕はその症状をお聞きして思ったんですけど、つまり音楽番組専門だからこうずっとイヤホンで聞いてるわけですよね。で家に帰ったらそのイヤホン外してラウドスピーカーからお聞きになってたようですけど、でも、住んでるところにもよるけれどね、この頃の、イヤホンっていうかこのちっちゃいヘッドホンの、この音をきれいに分けて、例えばドラムだったらシンバルからこういうドラムまで聞こえる、ベースの音もちゃんと聞こえる、エレキギターの高い音も全部聞こえるようになると、あれをラウドスピーカーで部屋の中で実現するの大変ですから、どうしてもプロであればあるほどこうなるわけですよね。そうするとずっと音圧がかかってるわけですよね。で音圧はやっぱり人間の耳はむしろ健康な耳ほど慣れようとするんで、慣れないと例えば爆発音したらそれだけで調子おかしくなっちゃうから、ということは慣れるってことでだんだん音を高くしてるわけですよね、無意識に。これは厄介なんですよね。でこの方がどうしてたかというと、ちょっとこの大学院生とそこそこ境遇は似てるんですけど、静かだとどうしても鳴ってる音を聞いちゃうと、キーンというような音を、この音も人によって様々なんですけど、だから結局音楽聴いてるわけですよね。それで青山さんどうしたらいいっていうことも聞かれたんで、これはねまずイヤホンやめましょうと。それでもうあなたは今までのキャリアで十分この音楽に対する素養があるので、新しい曲聴くときだけもし買い替えるお金があったら、今持ってる大きなラウドスピーカーじゃなくてちっちゃいスピーカーにして、スピーカーをこうやって両脇に置いて手で持つとしんどいから、それで聴くんですよと、ね、でそうするとまず音量上げなくていいわけですよ。それとこうやってイヤホンで密閉するのと状況全く違うんで、近くで音を聞いてるけれども全然改善するんですよ。
で、それでまず仕事の音源を聞くと。で、寝られないっていうことでしたから、これ枕元に置くピロースピーカーっていう昔よりずっと良くなってるんで、こういうものを使ってとにかくそのこの耳の中にその音源を刺さないということをやりましょうって言ってですね、多少意味あったようなんですよね。でそうするとこのあなたの場合もその実習室を使わなきゃいけない環境なのかなと思うんですが、できればそのこのちっちゃいスピーカーを置いたりする工夫ができる自宅で、これ病気が改善するまで、勉強した方がいいと思うんですよね。でそれもこのもう一回言いますが、耳鳴り専門のお医者様と相談しながらですけど、この音楽番組の MC の方も病院転々としてもう治りませんと、で治りませんと言わずに普通経過観察というわけですよ。でそれがもう40年続いてるっていうことなんですよね。で、従って僕のような素人がアドバイスするのは筋違いですけど、こう耳鳴りが実は起きてないのに起きてると思う、場合もあるんですよね。シーンとしてるとシーンと音が聞こえるっていうね、はい、それは最後に言うとですね、大学院生ですからあえてこう話すると、こう音するじゃないですか。これ今映ってるのかな、映ってる。こうやって硬いものにこうやって落としてこういう机でしょ、これ全部幻想ですからね。これは実際は電磁波がこう飛び交ってるだけだろうと、まだ証明しきれたと言えないけど、全世界はこうやって電磁波が飛び交ってるだけで、それをこれは机だと、で叩いたらこういうコンコンと音がするとか、今カメラ映ってるとか、カメラはこういう四角いフレームに丸いレンズがあるとかいうのは全部電磁波の情報を我々の脳神経系統が組み立ててるだけ、はい、だからそれ考えたら全部その大雑把な言い方すると神経系統のなさる技なんですよ、これは全部。だから耳鳴りも例えばここにドアがありますねって認識とかですね、これってお茶碗ですねって認識も耳鳴りと同じなんですよ。でそうやってその耳鳴りだから特別なものじゃないと思うことができると、つまり目閉じない限りは目開いてるといっぱい情報入ってるでしょ。それから耳もですね、実は普段意識しないけど、今この部屋は特に音楽流したりしてないけどエアコンの音とか、それから実は本当にもっともっと聴力が上がるとこの布の擦れる音とか、もっと言うと関節のきしむ音とか、この音に満ちてるわけですよね。でもそれを周波数のこの範囲をあえてこう人間の耳は限ってて、例えば犬だったら聞こえる音も聞こえないって限ってるから能力が低いんじゃなくて、それで適合するわけですよね。だからこの中で聞こえるものはこの全部普通にもともとあるんで、耳鳴りがないって言ってる人も本当はそういう音が聞こえてんだけど、それを意識してないだけだと。で全部は意識のなせる技なんで、そうやってあえてリズムでストンと落としていくとですね、キーッと音がしてても風が鳴る音のように気にならなくなるっていうのは事実あります。でそれも、ちょっと挑戦しながら、ただしさっき言った通り耳の病気とは限りませんので、大病院のいいところ悪いところ両方ありますよね。さっき僕が言った例は大病院の悪い例ですよね。まあ権威主義だったりってことはどうしても起きる。でも同時に、最終的に僕が信頼する開業医も大病院に、例えば僕なら僕をどうして回すかというと、各科目の各科、耳鼻科だったり、脳外科だったり、あるいは心療内科だったり、そういうところと連携できるんですよ。今は特にですね、大体日本の有名な大きな病院はですね、データでつながってますから、その例えば脳外の先生がこうパソコン見てたら、あなたの耳鳴りについて耳鼻科の医師が取ったデータっていうのが、周波数の問題も含めて全部一瞬で見れるから、で検査機能も充実してますから、そこで総合的な診察をしないと、これは放置すると危ない場合もあるんで、僕は質問を取り上げたことを契機にですね、ちょっと時間を取って
司法試験受かるのが1年や2年はっきり言うと2年3年3年4年遅れたってどうしことないじゃないですか。むしろ僕はあんまり早すぎる司法試験合格、あんまり早すぎる弁護士登録っていうのもどうかなと思うんですよね。人の痛みがわからない弁護士は現にいますから。だからこうやって耳鳴りに苦しんだり、あるいはあなたの場合わかんないけど司法試験なかなか受からなかったりね、その間にその恋人との別れや出会いや別れや、あるいは家族の問題があったりなかったり、そういうことが積み重なってる方が弁護士という人を助ける仕事にとってはプラスですから、全部が間違いなくあなたのプラスですよ、この耳鳴り内部っていうのは。例えば医療訴訟についてもう全然関心変わったでしょ。病気が自分に起きたら全然見方が変わったっていうのは、まさしくあなたが目指している弁護士にとっての弱者の味方になるっていうことや、あるいは民事でも刑事でも常にこう弱い者の立場に立つことができるとか、あるいは凶悪な、例えば刑事をやる場合に凶悪な被告であっても動機が理解できるとか、司法試験とだけ書いてるんじゃなくて弁護士とお書きになってるから、検察官や裁判官になるんじゃなくて成績が良くても弁護士になろうとされてるんだから、こういうことは特に、まあ、裁判官や検察官でも本当はとても必要なことなんですけど、弁護士にとって必要な資質をあなたは耳鳴りによって獲得することができつつあるということを僕はごまかして言ってるんじゃなくて、本当のことだと思うんです。最後に安倍さんのことで言うと、僕は安倍晋三さんっていう人は潰瘍性大腸炎に苦しむことがなかったら、例えば拉致事件にあれほど関心を持つこともないし、そもそも総理大臣になってないと思います。やっぱおじい様が大総理でね、お父さんも外務大臣幹事長でしょ。で、まあ、政経学園っていう恵まれた環境で育ってね、病気も何にもなかったら、男前だし背も高いしね、それで人の運命は預かれますか。潰瘍性大腸炎に若い頃からずっと苦しんできたから人の痛みが分かって他の国会議員が無視した有本明弘さんっていう、有本恵子ちゃんという拉致被害者のお父様の訴えを聞くことができたんですから。いつも言ってる通り、成功から得るものはほとんどないけど、苦しみや失敗から得るものは山のようにあると、宝物だということをあなたのその毎日毎日やってくる耳鳴りにとっても実は同じであると、ね、それが本当に、良き弁護士への王道です。はい、また寄せてください。病院探してその診察結果もぜひお聞きしたいと思います。では皆さん、個人的な話と思わないでくださいね。どこの町行ってもたくさん病院あるでしょ。病に苦しむ人がどれほど多いかってことをどこ行っても僕は感じます。皆さんも同じだと思います。今回もありがとうございます。
借りて匂い合わし、滑る。